野崎チャンネルプロスピース。はい、ということでプロスピ年内あと1回2回できるかなっていうところですけども、プロスピです。この動画がもう出た前かもわかんないけども、千葉のスマレーズスピリーグ負けましたけども、決勝戦のイベント佐々木出ます。見に来てください。乃木坂と46以上です。さあ、ということで今回ね、ワールドスターやりたいと思いますけども、その前に、こちらちょっと交換会見てください。佐々木のこれ最後ね、ジャパンの宮城、そして川端、そしてアルモンテっていうところがこれ最後のね、交換会できましたけども、これね全部ちょっと見ていくとね、第1弾ね、この木村里崎ね、プロスピやってるけど YouTuber じゃないから、何でもかんでもガチャやってるわけじゃないからね、だからそんないい選手ばっかり出せないのよ、余ってるわけじゃないから。だから出してる選手ヘボいよって思われるかもわかんないけど、本当申し訳ない、これはもう仕方ないね。でここでね、木村出してウェンデル券、これはねウェンデル券良かったんでね、使おうかなと。あと高梨、こうヤクルトがね、ちょっとサンタの新しいのが欲しい、もしくはオスナっていうところで出したんだけどね。でこう田口が来てね、これはありがとうとね、いうところね。で続いて第2回が正木だし、西区で東山って栗原ありがとうっていうね。でこう鈴木大地、ちょね、来年はちょっとスピリーグをちょっとロッテの代表もね、ロッテが弱いから、もう俺が代表になってなんとかなるしかないっていうところで、ちょっとロッテの純正をね真剣に考えようっていうところで、この鈴木大地のね、こうセレクションかなが取れたのはね、ちょっと大きいから、これはねちょっと育成しようっていうね。で第3回ね、でここでまた種市が来て、これも俺嬉しいと、種市ね。で、岡島さん早川っていうね。で続いてが、第4回こう秋山、これ前のやつなんだけどね、これはもうね、あのトツのね、餌にしていくっていうところでよかったかなと。で、八重樫さん、八重樫さん。ね。で、岡、おありがとうと、岡もね、育てていこうっていう。だからね、この交換会ね、何気にね、ロッテの選手の、特に新しいシリーズを、こう、取れたのはね、結構大きかったかなと。で、5回がね、こちらっていうね、ところ。で、最後の6回がね、こちらなんでね。まあ、全体的には、ちょっとロッテのね、純正するための選手が取れたっていうところはちょっと大きかったかなと思うんでね、まあ出してる選手はヘボかったですけどもね、取った選手は結構まあすごいのがね取れたわけじゃないけども、何気に良かったと思います。皆さんどうでしたか、交換会いいイベントですね。さあ、ということでワールドスターやっていきましょう。吉田正尚と千賀ね、奪三振ショーついてるからね、これ両方取れたら最高だね。もう今日ね最後の日なのよ、ギリギリでやってます。しかも朝です。1回目、両方取れたら完璧。録画ボタンは押してね。アブで押してなかった。さあ、行くよ。レッツゴー。6回中、普通の S も含めて、3枚ぐらい来たらラッキーだけどね。お、いいね。いいスタート。さあ、どうなの？からの？いや、そっか。やっぱあれはなかなか来ないね。ガッツポーズはね。さあ、一発目から。どうなの？どうなの、さすがに一発目からはないかね。え、本田博美頑張ってる。お千賀の絵いいね、これ予兆いいね。え、中野頑張った、セカンドコンバートオッケー。田中正義日本も行ってよかったね。お、いや、サンタナ S が欲しい。いや、福永もっと頑張っていこう、行っときよかった。高橋周平しっかりバットラーで打っていこうね。山岡リリーフもいいね。山崎朝明守護神ダッシュ頑張れ、お前が守護神じゃないと DNA が弱い。いや、千賀、お千賀の絵いっぱい来る。さあ2回目、レッツゴー。ここまで1個欲しい。いい流れあるんだけどね、課金からの、いやないか、ここら辺で S 欲しい、演出欲しいよ、 S の演出欲しいよ、来い。いやー、こういうか、どうなの、カモン、シャルリーディング、応援だ、ナッシング、いや辛いな。枠井、中日ってまだまだ頑張るね。玉井頑張りとき、田口頑張りとき、クロスピで自分使って打たれる、はい、ケムナいい感じ、もっと頑張っていこう。中村おかわり君40代でホームランを目指そう。いやー、秋山こんなとこどうしてる場合じゃないよ、怪我しないように。吉川ここで、ね、門脇に負けないように二遊間組んでいこう。
西野もとか出るはずや。いや桑原怪我しないで言ったら DNA 面白い。いやないか、木浪一躍スター。3回目確定 NS ランク、ダブル取りいきたいよ。お、レインボーからの指名候補を表彰、確定来てほしいね。確定カモン。いや後編か、2枚取りないの。2枚取りレインボー行こうよ。ここいや行かへんか。いや1枚臭いなこれ。キャメラマン、キャメラマン、キャメラマン。いや後編か。いや石川ノーヒットノーランしたけど受賞したい。中川いいね、ビール最後の選手頑張ったことし。こい、いや大島ナイス受賞。いや菊池もっと頑張るよかったよ。いやないか、おー今井受賞おめでとう。田中正義日本ハムですよ。中川手がパー。いや和田幸四郎レギュラーだし。ロドリゲスクイックちょっと良くなってる。さあ来い、カモンカモン。いや伊藤博美、まあまあ伊藤博美じゃないわ、伊藤雅いいね。これまあまあ伊藤よいいね、よかったね。これはいいね、阪神ね。これ OKOK。30%引けんかったか。もう一回確定来るまでに来てくれ。さあレッツゴー。指名候補当選、来てくれ。いやーもう辛い、落とさせなくなってきてる。全部ノーマルだった。これも来る感じ、全部ノーマルからの S 来る感じある。いや枠いい、もう一腹下がるよ。和田幸四郎通るを狙っていこう。いや隅田あと一つで受賞だったのに。いや川端天才神様、増田ここで落ちていく場合じゃないよ。いいっせ、ここから持っていこう。いや東おめでとう、ナイスピッチング、2年連続怪我しないように頑張れ。いやフランコ外国人楽天全然活躍しない。いや菅野ここで落ちぶれてるようじゃダメだよ、もう一回登っていこう。さあ最後こない、サンタナ S が欲しい。さあ5回目カモン。どうなの、指名候補を挑戦、どうなの。ここで S 来てほしい。 S 全然来えへんやん、確定以外で。もう横はいない、確定あと一人 S 来て、確定以外で来い。いやげえ、いやどうなの、辛い辛いよ。うわ来た、 S 来た、30%。うわ来た、確定千賀、またかの。いや浅村ナイスホームランを。いや山崎より戸郷に次ぐ、はい、びっくりした。加藤隆残留なんだ、ロッてくるかと思ったよ。来い、いぎーだ。まあいいけどね、いいけどね、ワーゲースバック。30%引けず。ギータね。まあまあいっかね。ギータ。俺のギータは、俺のギータあれかな、前のやつかな。ね、今リアタイこういう形で戦ってますよ。あ、俺のやつシリーズ1だ。じゃあまあいっか。まあまあまあいいでしょう。さあ最後。まあもう線が行こう。千賀にしよう。俺はもう打てへんからね、簡単にピッチャーの方が大事。指名候補トップ。いやあれさっき千賀だったら吉田正尚と2枚取りできてたのにな。ねえ、これはもう確定なのよ。あ、確定ってことは千賀、あそうだ、どっち来るか分かんなかったんだね。でも確定だからもう千賀は確定なんだ。まあまあこれ良かった。じゃあ2枚来てくれ、千賀ばっかり来るな。 A もいや有原受賞良かった、中野頑張った、 FCB もう一花もうちょっと頑張ろう、 F 君なんか一時だけ良かった。あ、こうへんか、大城なんでそんな批判されてる、頑張ってるのに。大野森、さあ最後ね、ワイルドスター千賀
獲得です。カモン。あれ、あれ確定、あれ自チーム確定じゃなかったんだ。